皆さんこんにちは。お着物クリエイターのチャンキーです。今回の動画ではアンティークの長襦袢をリメイクして着やすい二分式の襦袢に変身させたいと思います。こちらの滑らかな肌触りの正絹の一重の長襦袢です。これ以上縮まないようにすでに水通し済みです。着用するとこんな感じ。とってもとっても可愛いんですけれども、少し自分にはサイズが小さくって襟元が作りにくいので、思い切って二分式にリメイクすることにします。まずは脇と打ち上げの部分からほどいていきます。全部をほどいて解体するんではなくて、部分的にほどいてリメイクをしていく予定です。はい、まずこんな風に上下をカットしました。脇と打ち上げもこんな風にペローンとめくれちゃう、ほどいてある状態になっています。裾よけになる下半身部分は全部ほどいてしまって、パッチワークのようにつなげていくことにしようと思います。じゃーん、アンティーク襦袢が二分式の襦袢に変身しました。完成しました。細かいところを見てみたいと思います。まずこの脇のとこなんですけど、普通脇って閉じてあると思うんですけど、閉じないでこうもうペロンって開く状態にしました。そうでね、これ前身頃の方が長くって、っていうのはこう衣紋を抜いて後ろ側って引っ張って切るから、結局前の方が引っ張られて短くなっちゃうから、前の方だけ長くしました。結構こうやって継ぎ足したりとかして、違う布とかも足したりして、継ぎはぎして出しました。こんな風にね、こんな風になっています。でね、これなんで脇の方縫わなかったかっていうと、あの脇を閉じない方がこう襟合わせすごく自由自在なんですよね。こうやって思いっきりこう斜めに縫わない方が持ってきやすいじゃないですか。脇がくっついてるとここがすごい引っ張られちゃうから、こう閉じてないといろんな角度の襟が作れたりして、こう私だけじゃなくて、例えば誰かに着せる時とかもこういう襦袢だといろんな体型の方に合わせやすかったりっていうメリットもあるし、自分自身もなんか今日はちょっと襟の形変えたいなとかいう時に、脇の閉じてない襦袢だといろんな襟の角度に調整することができるから、すごくいいなと思って今回こういう仕上げにしました。あの以前レンタル貸衣装屋さんみたいなとこでお手伝いをしたことがあって、そこでお客さんに着せる襦袢はみんなこういう風に脇が閉じてないものばっかりだったんですよね。なんかやっぱそういうやつの方がこういろんな人の体型に合わせやすいから便利だっていうことで、そういうの使ってたので、おーなるほどなと思って、なんで私もこういう風に今回してみました。はい、でこっち側が背中側になります。こっち側はちょうどの衣紋の抜き加減のちょうどいいところにもう赤いゴムテープを縫い付けてあって、でそのゴムテープはこうマジックテープをくっつけて、胸元にこうくるっと回してペタって簡単につけれるように工夫しました。なんか他にも襦袢持ってて、一回こういう風にゴムで巻く仕様にしたらすごく使いやすかったんで、今回もそういう風にしてみました。ゴムだからこう締め付けも苦しくならないし、マジックテープだともう一瞬でこうピタってできるので着付けもすごく楽になるし、イエーイ。であえてこの目立たないように赤いゴムをネットで探して取り寄せて選んでみました。ビヨンビヨンビヨン、 2.5 センチ幅の赤いゴム探しました。はい、こんな感じでございます。で続いて下の裾よけの方、裾よけの方はこんな風に、
裾よけの方もこんな風にウエストに赤いゴムとマジックテープをつけて、ウエストをくるって巻いてペタってつけれるようにもう簡単仕上げにしました。紐で縛るよりもゴムの方がご飯いっぱい食べても苦しくならないから。こんな感じにですね、結構もう継ぎはぎ継ぎはぎで作っていきました。結局あのアンティーク襦袢だけじゃ足りなかったので、まあ、他にちょうどいい赤い布を見つけてそれを継ぎ足して作りました。だいたい市販の襦袢の M サイズぐらいのサイズ感で作りました。こんな感じになった。アンティーク襦袢を改造して二部式襦袢を作ったのは初めてだったんですけど、なんかすごい可愛いのができて嬉しいので、早速今からこの襦袢を着用してお着物を着てみたいなと思います。襦袢を着用してみました。こんな感じになりました。可愛い。しかもやっぱりこう襟が作りやすいです。こう斜めにすごい持ってきやすいし、ここでマジックテープでピリって簡単につけれるし、背中はこんな風になっています。襟から16、17センチぐらい下のとこにゴムを縫い付けました。ものすごい適当に半襟を安全ピンでつけたので、ちょっと適当すぎてかっこ悪いんですけども、今日はちょっとごまかし気味でこれでお着物を着てみようと思います。下の裾よけもこんな感じで可愛いです。赤いいい感じの襦袢が欲しいなってずっと思ってたので、しかもこれねちゃんとお袖付きだし、なんですごい楽しみです。それでは今からお着物を着てみたいと思います。はい、先ほどの襦袢の上にお着物を着てみました。着物と襦袢の雪が全然合ってないから、こうやってちょっと袖からはみ出てしまうんですけど、なんか別に見えてもそれはそれですごく可愛いなと思って、昔の明治大正昭和初期あたりの竹久夢二とか川滝歌唱さんの絵とかでも、こう襦袢がこうチロってはみ出てるのがすごく可愛いみたいな絵とかも結構あったりするし、なんかそこを意識してこういうの今年は着て楽しんでみようかなっていうふうに思いました。襦袢もちゃんと綺麗に抜けたし、あ、ちょっと半襟の付け方が適当すぎてあれですけど、ちゃんと二部式の可愛くて着やすい襦袢ができたので大満足しています。これからも着物をいっぱい楽しんでいきたいと思います。もしこちらの動画が良かったらチャンネル登録、いいねボタン押してもらえるととっても嬉しいです。コメントなんかもぜひ書き込んでみてください。それからチャンキーロマンチカのインスタグラムの方では日々のお着物コーディネートの写真だったり、私の活動情報を日々アップしているので、よかったらフォローして見てみてください。それでは最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。